はい、各地でね、イベントとかコンサートとか、いろんなものが中止されてますけども、ここタイトルありますけども、イベント中止なら倒産。もう本当にそうですよね。イベント1回にかけるコストってのは、その日だけではなくて、それぞれ参加者のね、準備とかもありますし、チケットは先行販売して、その先行販売した売り上げを持って、まあいろんなね、コンサートの準備の費用に当てていったりするわけですから、このコンサートのね、チケットとか、イベントの中止のチケットって、払い戻しが不可能なところってのは多いんじゃないかなと思うんですよ。で、そこにですね、政府の方として、まあ、言ってみれば、皆さんで決めてくださいっていうことなんですよね。これどういうことかっていうと、中止してくださいっていうふうな命令を出せば、それに対する保証する義務っていうのが政府に発生するんで、まあ自分で決めてくださいってことなんですよ。で、自分で開催しようにも、例えばね、よし、じゃあうちは、ちょっともうやるかって感じでコンサート、イベントをやるにしても、十分な対策を取ってって言われても、会場でマスクの配布もできない。消毒液も足りない。ね、トイレとか衛生管理とかも人員を配置しなければならないってことになったり、まあ、救護の用意をしなければならないってことになったら、新しいコストが発生する。もしくは、コストを発生させても、そんな資源が手に入りませんよってことになっちゃうんですよね。で、仮に手に入っても、じゃあそこで参加者の方がね、来るかなってことなんですよ。いや、来ないですよね。電車に乗ったり、渋滞に巻き込まれながら、多くのね、人の列に並んで、お互いに不快な思いをして、で、プラス2メートル以上離れるっていうんでしょ？並べないじゃないですか。ね、こういうことがあるわけなんですよ。ですから、自粛要請って言っても無茶な話だなと思いますよ、やっぱり。ね、多くの方、ね、戸惑われる方、怒りをね、あらわにされてる方いるんではないですかね。ここにも書いてますよね。うん。この、能楽師の方も、丸投げじゃないかっていうふうにツイートしてます。その通りですね。能狂言を主催する側としては一律の自粛は求めないのに開催の必要性を検討してほしいというのは判断を丸投げされたに等しいと。確かにこういう時は風向きっていうか温度を取ってほしいですよね。まあ、一定のレベルでまあなんていうんですかね、注意はするけども判断は任せますよみたいな。じゃあそんなこと言うなって話ですよね。中止すればチケットは払い戻し、会場へは使用料を払わなければならないと。出演者には違約金を払わなければならない。そうなんですよ。この損害に耐えられる主催者でなければ開催するしか選択肢がない。うん。で、この損害に耐えられる主催者っていうのはないですよね。興行中止保険ってのがありますけども、今回はそれに当たらない可能性が高いんですよ。本当にね、予想外のことですから、保険の特約にも入ってないものではないですかね。で、仮に開催したとしても、参加者が来るかどうかって問題ありますよね。で、そこで起きた事故に対して、やっぱり後でね、批判されることも覚悟してなければならないと思ったら、本当に八方塞がりだと思うんですよ。で、TM レボリューションですね。なあなあ、で、結局のとこ、ライブとかイベントはやっていいの？あかんの？どっち？やっても怒られて、やめても怒られる。そろそろ政府でちゃんと決めてほしい。自己責任は無責任っすよとツイートっていうふうな感じで、ついつい私もね、イントネーションが変わってしまいましたけども、私の大好きなテーブルレボリューションね、何回もコンサート行きましたけども、確かに困るだろうなと思いますよね。ツイートがこういうふうに並んでますね。うん。で、中止や延期の補填も当然なく、開催して感染者を出せば、関係者全員がまず間違いなくメディアネットで袋叩き。そもそも国が検査すらまともに把握できてないし、その検査も入院レベルの範囲になってからじゃないと受けさせないので、まあ、本当困りますよね。で、ここ、能楽師の方、さっき言われてましたね。3月15日まで、国立能楽堂が主催する公演は中止するそうですが、貸し会場としての公演は主催者判断に任せるとのことです。悩ましいですと。本当に悩ましいですね。胃が痛くなる思いだと思います。注目の興行中止保険。でも保証は対象外でしょ？興行中止保険って、例えば野球の試合をやるときに雨だったら中止とかね、地震だったら中止とか、台風が来たら中止とか、起きる可能性は低いけども、それでも私たちが予測できる範囲のものしか特約に入ってないと思うんですよ。今回みたいなのは、誰にも予測できなくって、しかもね、これが半年後とか1年後の開催ではなくって、なんかこの話題が騒がれ出して1ヶ月ぐらいで急にでしょ？あれ無理ですよね。だって1ヶ月前皆さんこれほどまでのことになると思ってました。いや、2ヶ月前って分かってました。分かんないでしょ。YouTuber が12月の中頃から下旬ぐらいに、まあアクセス稼ぐためっていうのがあったんですけども、
こんなことが起きてますよみたいなのね、多少オーバーにやったんですけども、そのオーバーにやった YouTuber の発信以上にことは甚大だったわけですよ。西川さんの言及にあった保険について、今注目が集まっているのがイベント中止による損害を保障する興行中止保険ですよね。この興行中止保険っていうのは、私ね、お金がないって小田裕二さんが出られていたずいぶん前のドラマで知ったんですけどもね、ユニバーシャルインシュアランスっていうところがね、興行中止保険の見積書をドラマの中で作ってたんですけども、まあ、ちょっと余談ですけどもね。はい、それで、原則保障の対象外ってことが結論付けられてますよね、大手保険会社聞いたら。で、対象になりづらい、これは対象になりづらいということで考えてなかったですよね、きっとね。そうですね、保証が前提になってしまう、審査も厳しいということですね。本当に面白くないですね。保証や融資は死活問題、周辺業者や宿泊飲食にも影響ということですね。だからね、これただ単に多くの会社が困ってキャッシュフロー悪くなって倒産してしまうとかね、それだけで終わらないんですよ。この問題が去った後に、その経済の復活とかね、供給の復活とか、これにもまた大きな負債とか時間とか人的資源がかかっちゃうんですよね。ですからそういうことを考えていくと、今頑張ってらっしゃる、踏みとどまってくださってる力のある業者さんとかに余裕を持たせてですね、でいつでも回復できるような余剰人員なり余剰資金なりっていうのを、ここはちょっと持っておいていただきたいなと思うんですよ。それで問題が去った後にはまたね、一刻も早く一秒も早い復活ができるわけですから、その時に広告料がないとかね、設備投資費がないとか、新しい人員を補充する人件費がないとかになっちゃったら経済クラッシュなわけですよ。だからね、いろんな問題ありますよ。火災とか地震とか、で直接そういった災害によって、もしくはね、こうやって疫病によって人が死ぬよりも、今は多分ね、経済によって人が死ぬの方が多いんじゃないかなと思うんですよ。もう事業が立ち行かなくなっちゃって、首くくるとか借金が返せなくなっちゃって、もううつ病になっちゃうとかね、で家族もろともですからね。で多分人間関係も悪くなるでしょ。家族の中でもお金がなければね、いろんな不満も出てくるし、子供を部活に入れてあげれないとか、なんかせっかく甲子園に出る権利があったんだけども、甲子園の遠征費用が捻出できないとか、そういう問題もあって生活ですからね。だからどうすりゃいいんやって話になってきますけども、もう私個人の力じゃどうしようもないんですけどもね。ただこういうふうに多くの方がお金を失っている不安を抱えている中で、逆張りして稼いでる人もいるんですよね。この不幸によって、だから事故によって富豪は生まれるっていうんですけども、多くの人がもうやばいな、危ないな、後がないなって時は、一定の人にね、富が集まってる瞬間なんですよ。だからそれを意図的に今回のことでやられてるとしたら、ものすごくね、腹立たしいんですけども、だから腹立たしくっても何も抵抗できないというね、こんなことが起きてると。フリーランサーのコンサートスタッフです。中止延期は仕方がないことだと思います。政府がそれを言うなら、しっかり生活保障してください。本当ですよね。個人事業主の僕らは何も保証がないので、現場飛んだら、はい、それまでよ、収入丸ごと消えますということですね。これですよね、東京都の方針は一律の方針がないと。いや本当にね、苦しいですね。まだまだ記事は続きますけども、動画のね、概要欄につけておきますので、皆さんもご覧になって怒りの声を上げていきましょう。せめてそれしかやることがないです。それでは。